ジェニファー・モリソンはアメリカ合衆国の女優。2012アメリカ合衆国イリノイ州シカゴで、両親ともに教師の家庭にて生まれ、同州アーリントンハイツで育った。弟と妹がいる。両親が教えていたイリノイ州マウントプロスペクトにある公立高校に通った。高校時代はマーチングバンドに所属してクラリネットを吹き、チアリーダーとしても活躍した。 卒業後は、ロヨラ大学シカゴ校に入学、演劇と英語学を学んだ。その頃、彼女は、イリノイ州シカゴの劇団ステッペンウルフシアター、カンパニーに所属した。彼女は、幼少の頃よりモデルとしていくつかのコマーシャルに出演していた。15歳の時、1994年の映画、別れ時に、リチャード・ギアとシャロン・ストーンの娘役で女優デビューした。 2000年の映画、ルール2では、エイミー・メイフィールド役で主演した。特に、彼女は、テレビシリーズ、ドクター・ハウスのアリソン・キャメロン役で著名である。ドクター・ハウスの共演者、ジェシー・スペンサーと婚約したが、後に解消している。2012年から2013年にかけて、ワンス・アポン・ア・タイムで共演した、セバスチャン・スタンと交際していた。ありがとうございます。